今のがジオンよ。わかった？はい。じゃあ各自練習始め。はい。さあ出た。あれ、ねえ柳沢先輩は？首相なら生徒会の手伝いで遅れるってさ。どうしたんだ一体？高岡を連れて行かれた。私に傷をつけた奴は久しぶりだ。女、貴様名は何という？キスミナツキ。そうか、貴様が。なるほど、噂もまんざら嘘ではないか。上等学園神取明だ。立ち会ってもらおう。理由がないわ。高岡里奈を助けたいのだろう。受けてもらおうか。こんなものか、お前の実力は。買いかぶりだったか、あの人に。学生格闘技界屈指の実力者、柳沢正明に指導を受けながら、この程度とは。いやー、マウンテンストーム。とっさに自ら飛んで技の威力を半減させた。私に傷をつけ初めての技に対応したその力、見逃すわけにはいかんな。やめろカンドリ。柳沢二人とも骨には異常ないと思うが、今晩ひどく痛むようだったら朝一で病院へ行け。すいません先輩。冷え太郎、今コーヒーを入れてやるからな。ああ、先輩の部屋に初めて入ったのにかっこ悪い。でもいかにも先輩らしい部屋だな。この人、さっきの神取明、2年前の全日本女子柔道選手権の覇者だ。そうか、どっかで見たことあるって思ったら、中学3年で柔道日本一になった。あんな化け物をよこしたってことは、
上等学園が俺の粛清に本腰を入れ始めたってことさ。でも最近は全然評判聞かなかったけど、上等に入学してからはパッタリと試合に出なくなっちまったからな。どうして？あいつ上等で悪魔に取り憑かれちまったんだ。悪魔？そう、最強という名の悪魔にな。最強という名の悪魔。そっか、柳沢さん、カンドリと同じ新東塾の出身だっけ。新東塾？知らねえのか。総合格闘技道場新東塾、柳沢カンドリっていや新東塾の核弾頭ペアって呼ばれてたんだぜ。知らなかった。そうか、だからあの時。変わったな、アキラ。違う、変わったのはお前だ、柳沢正明。同門をも震え上がらせた妥協なき戦い、充実した力と技、そして強さへの非常なまでの執着。だが今のお前は私が知る柳沢正明ではない。なぜだ、なぜ覇者の道を捨てた、なぜ上等に来なかった、なぜ私の前から消えた。まあいい、お前の選択が間違いだったことを、その愛弟子の体で思い知らせてやろう。君には関係ない。聞こえぬ。我が目標は地上最強の覇王。私の前に立ち塞がる者は誰であろうと叩き潰す。なあ、夏希、勝ったらデートしてくれるんだよな。な、な。あ、今のはなしなし。そりゃないだろ、組手の前にちゃんと約束したじゃんかよ。本堂直也、今の組手に青春の全てをかけたんだぜ。よく言うぜ本堂、夏希がスランプなの知ってて組手やったんだろうが。うるせえ、勝ちは勝ちだ。違う、違うわ、武道は殺し合いなんかじゃない。でも今度彼女が現れたらどうしたらいいの。あ、明日暇だろ、ちょっと付き合えよ。ああ、師匠、割り込みはなし、僕の方が先約ですよ。うんと楽しもうな、三人で。あ、はい。ああ、汗臭いデートになりそうだぜ。嫌ならいいぞ、無理にとは言わん。やりますよ、二人きりにしたらどんな間違いを起こすか父さん心配ですからね。キスミの話からするとマウンテンストームとはまず相手の資格へとさばきつつ腕を取る、そして自ら素早くくぐり抜け腕を決めて脱出不能にする。さらに足腰で跳ね上げ腕を折りつつ頭部から地面に叩きつける。目をそらすな。考えるんだキスミ、どんな必殺技にも必ずウィークポイントはある、自分自身で活路を見出せ。はい先輩。やれやれ、スポコン的発想だね。何よ本堂君。相手の必殺技破ったってそれで勝ったことにはならないでしょ、こっちも必殺技開発しなきゃ。何よ、君こそスポコン的発想じゃないの。本堂の言う通りだ。え？カンドリの必殺技を破り、なおかつ倒すための技を編み出すんだ。夏希スペシャルとでも言うべき必殺技をな。夏希スペシャル。相手の技のかけ始めにかわすしかない。はい。かわした瞬間にできる隙を突く。はい先輩。ニーキック主体のコンビネーションを考えろ。はい。遅い、もっと早く連続で。はい。もっと早く。はい。
もっと早く。はい。粛清を途中でやめてしまうとはどういうことだ、カンドリー。お前がこれでは下級生に示しがつかんじゃないか。あなたらしからぬ爪の甘さですね。それとも何か心を乱すようなことでもありましたか。いいでしょう。高岡はこちらで始末します。あなたはあなたの思う通りに動きなさい。会長。ただし期限は2日、それが限度です。今日はお優しいですね、氷室生徒会長。我が城東学園にとって五重高校は目の上の校区。その五重高校を骨抜きにする絶好の機会です。しかしただでさえ命令を聞かない奴なんだ。もっと厳しく管理した方が。カンドリは高岡よりも倒したい相手に巡り合った。そして彼女にはその権利がある。違いますか、佐竹君。そうなりますか。うちの大事な商品ですからね、大切に扱いましょうよ。カンドリのパワーに対抗するには気を一点に集中し、力を使わず一気に打ち込むしかない。つまり気功拳のテクニックだ。まあキスミならきっかけさえつかめれば体得できるだろうが。どうしたキスミ。え、あ、いえ。先輩。ん？先輩はどうしてカンドリと一緒に城東学園に行かなかったんですか。城東の方がはるかに設備が整ってるのに、強くなれるのに。何のために強くなるのか。え？強さを極めたところで、それは所詮殺人者の強さに過ぎないのではないか。戦いを続けているうち、何のために格闘技を学ぶのかが分からなくなっちまってな。格闘技は魔物だ。カンドリは強さという魔力の虜になってしまった。先輩。実際俺は五重高校に救われたようなもんだ。キスミ、お前にもな。え、私？うん。喝殺の剣、人を生かすために倒す。そんな剣があることを俺はお前から学んだんだ。柳沢先輩。あいつら。この前襲ってきた城東の連中。リナが危ない。高岡リーナ、この前はよくもやってくれたな。二度と俺様に逆らえないようにしてやるぜ。何するの、このスケベ。あ、おめえら、4倍にしちゃ数が多いんじゃない。くそ、やれ。はい。うわ、なんだこりゃ。逃がすか。キスミ、深みすんな。待てさあ、もう逃げ場はないわよ。この前の借りを返させてもらうぜ。ちょっとそれ反則。てぇー。
心配するな、かすり傷だ。できたな、キスミ。夏季スペシャル。今頃マウンテンストームの対応策を考えているのだろうが、あらゆる格闘術の奥義を身につけた私に資格などない。いいのかい、俺の蹴りはバット5本もおるんだぜ。こんなのつけたらヤバいんじゃないの。能書きはいいからさっさと来い。ふん、これでも全国空手選手権2連覇してるんだぜ。あんまり見くびらない方がいいよ。いいから早くしろ。どうなっても知らねえぜ。バカな金属製のレガースか。洗練された筋組織と呼吸法とで体を鋼とかす発光術、いかなる攻撃も私には効かぬ。待っていろ、キスミナツキ、貴様を地獄へ送ってくれる。おい、なんだよありゃ。どうした？カンドリアキラ、これ以上ナツキを巻き込むわけにはいかねえ。降りになりますか。いや、ここでいい。カンドリ、俺は逃げも隠れもしない。高岡か、慌てるな。貴様はキスミの後にゆっくり始末してやる。夏希には指一本触れさせねえ。俺がお前をここで倒す。よかろう、刀ならすのはちょうどいい。これで邪魔は入らぬ。さあ、どこからでも来い。この前の礼をたっぷりしてやるぜ。なんですって、リナが。リナ、無茶しないで。リナ、思い知れ、カンドリー。少しはやるようになったな、高岡。しかし、所詮はガキのお遊び。何？お遊びは終わりだ。リナー！ナツキ！あー！マウンテンストーム！リナ！リナ！ナツキ！リナ！待っていたぞ、キスミナツキ。ウォームアップは済ませた。いつでも来い。カンドリー、何の真似だ。柳沢か、ちょうどいい。お前の真似弟子が倒されるところを見るがいい。させるか。待って先輩、私にやらせてください。キスミ、カンドリー、アキラ、よくもよくもリナを。初めてだわ、心底人を憎いって思ったのは。憎まれるのは強さの証、そして怒りこそ強さの源。貴様もこれで真の力が発揮できるというものだ。カンドリアキラ、あんたは許さない。
いぞキスミー、こうでなくては面白くない。お久しぶりです柳沢さん。佐徳やるじゃないですか、あの子。でもかわいそうにカンドリに殺されちゃいますよ。ジェラシー、彼女まだあなたのことが分かっている。力の差がありすぎだ。これじゃあ万に一つも勝ち目がない。いや、あの技なら夏希スペシャルならきっと。だがキスミは憎しみに己を見失っている。このままでは。いやー、そろそろ決着をつけてやろう。カンドリー、お前も高岡同様私の生贄となるのだ。カンドリー、憎しみを捨てろ。キスミ、憎しみを捨て己が剣を取り戻せ。格闘技は殺戮の道具にあらず。先輩、人を生かすために剣を振る。喝殺の剣を取り戻せ。先輩。喝殺の剣、なんだそれは。柳沢、貴様私も知らぬ剣をキスミに授けたというのか。授けたのではない、学んだのだ。人を生かすための剣。愚かな。剣とは相手を抹殺するためにあるもの。違うわ。剣は人、そして自分を生かすもの。殺戮の道具にしか使わないなんて悲しいことよ。くだらぬ。弱者の言葉など聞こえぬわ。お前も五十に来れば分かったはずだ。聞こえぬ。共に学びたかったカンドリ。お前にも来てほしかった。嘘だ。嘘だ。キスミ、貴様が柳沢を許さん。喰らえ、マウンテンストーン。はーい。何、あー、バカな。先輩。ダンセ、よろしいので。うちにはカンドリ以外にも商品はたくさんありますよ。
まぐれて勝ったからっていい気になんな。何言ってんの。実力実力。よし、この前の決着をつけてやる。やるか、ここにやろう。こら、でも